で最後あの俺たちの MP 行きますか。行こう。 MP はもうねギチギチですから。 MP は信用していいよマジで俺らのこと。うん、一番下がいいが冬の訪れ。冬の訪れどうですかねこれ。でもちっちゃいんだよね。うん、まずこれ俺強いと思う。そう、ちっちゃさが大事。わ、うん、かる。まあビジュアル加味して A とか。まあ A だねこいつは、うん、ってなって言うとゼブラも、ゼブラとかもね明らかに上位来るよ。ゼブラは俺は S なんだよね。 S だね、うん、こいつはマジで強い。 S でも間になんか1個いるんだよな、これロマンチックチョコ。待って、マジ何それ、青いるやん、しかも。え、これ使ったことある？ない、俺見たこと初めて見たの、それ。いや、まあこいつはでも、見せしめでしょ、見せしめでいくか、一旦。雪のようにしないかな、キスのように青く。いく？紹介エグいな。エグすぎやん、どうする？え、D、D でいいよ、見せしめの。見せしめの D でいいよ。うん。次、これ、月の下。いやまあ C だね。うん。なんでもいいよこいつは。はい。うん。正規選手。本番行こう。ギリか。うん。いや星野。こいつもその辺。もうギリかな。うん。続いて来ましたこちら。来たー。来ました。俺らのバラ。俺S。こいつはもう S 圧倒的に S。最強だからもうちっちゃいし、当て感もいい。うん、金魚で最強。もう MP といえばもうこれ。まあ、スランプ入ったときはこれ使え、一旦。これなんだから。うん。もうこれマジで強い。裏切んねえから、こいつは。うん。MP 最強好き、こちらですもん。次、お、何俺これあるんだよね。セレブレーションあるから。何それ強いの ?55。で、こいつもね、別に多分強くないから、下の方入れとこう。下の方入れとこうじゃん。うん。決勝の舞。あー、なるほどね。なんか見ないこれ。うん。いや、でも。いや多分強いよこれ。B ぐらいに入ってくると思う俺は。うん。次が持ってない俺それ。ああもうな形が俺あんま好きじゃないこれ。でかいもん。紫ででかいのはダメだよ。うん。いいでいいよ。一番下。一番下。三体。何これ。うん、でかいし。でかいね。うん。一番下これも。D。はい、次が。新選組は強いでしょ。強いだろうな。でも、うん、見た目でわかるもん強いのは。A ぐらいじゃない、うん、A 入りそう、普通に。うん。次何？めっちゃ持ってるやん、好き。渋そう。何なんだろう、これ。何なんだろう、使ったことないかな。うん、下の方だね。次の持ってるよ、俺。これ。何これ？でっけえ、なんか。でかい。でかいのは下だから、うん、もう、基本的に。うん。D。D か C。はい、次。桜祭り、俺。何それ強い？いやこれは強くないんじゃない。ちなみにこのこれの柄の M4 は強いんで一番。そうなの。一番で一番かわかんないけどマジで強いんだよ。まあでも MP ってなってくるのは、うん、B ぐらいかな。B ね。これ実はこれあります。うん、メリークリスマス。これも超初期の。ないわ俺。これマジ持ってる人全然いないんじゃないかレベル。だって一番最初のクリスマスコラボみたいなやつを。えぐ。いやこれね。でも最強が強いんですよね。うん。ちっちゃい。強い。見た感じは強そう。A ぐらいだと思う。うん、最強ではないけど、ね、まあまあまあ、戦える。なるほどなるほど。はい、次。何ある？俺、クラシックマーブル。それはどうですか？てか、これね、結構強かった感じするんだよね、確か。初めて見たの。うん。いや、俺、これ A 入れてもいいと思うな。いや、クラシックマーブル A で。意外と使いやすい。はい。うん、まあ、それと距離めっちゃ使ったもん。いやー、弱いんじゃないかなーと思ってる。もうどうせ D とかだろ、これ。うん。じゃ次、ハロー。いや、どう？ハローさ、やっぱクゴはいいけど、俺、演技そんなだと思うわ。でけえし。まあ、そんなだよね。なんかでかい。俺もそんなだと思う。強いのあんまない。いや、間違いない。マジでスキンによる。オレンジスキンででかくて強いなって思ったことない。やっぱちっちゃい方が強い。これはマジでそんなだ。もう CC ぐらいかな。うん、C ぐらい。次、神奈川ですね。神奈川来たー。神奈川ね、強いですよ。これ強いんだよね。神奈川普通に S いいんじゃない？うん、強いよ。S いけるね、こいつ。こいつ、俺もマジバラ並みの火力あると思うから。こいつはいいよ。S でいこう。S、こいつからです。次、カエル。カエルは S にはなれないよね。S にはなれない。猿が使ってるから。うん、いやまあ強いんだけど、A ぐらいかな。うん。
うん。次何持ってる？何それ？何のやつ？これ醤油。醤油。醤油はね、強い。A だな。A なんだ醤油。うん。え、こいつマジで強いと思ったんだけど取る前は。うん。え、そうだよね。取ってからあーまあ意外とあんままあまあまあぼちぼちだなってなって、うん、A に落ちてった。次の何？光の魔力。何これ？あ、何それ大丈夫？うん。エリザベスかそれ。まあ、まあ、多分下の方めっちゃ。まあ、D か C でしょ。うん、D か C。はい、続いて。次。次 MP5 フェイタン。こんなあんたあんねやんだけど。え、動いてるやん。動いてる。動いてるやん。でも形ができるのか。いや、これ意外といいよ。ちなみに。ほんとそれコミュニとかじゃない。え、ガチ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 で意外とね良かったんで使ってみたら。あ、ほんと？どんぐらい入んの？まあ、A でいいと思う俺は。A でじゃあ OK。うん。A でいこう。次がジョノウチ。マクロウチな。マクロウチ。でも何？使ったことないんだよ俺。いや、わかんない。でも、なんか、普通に形が、あんまり強くない。ね、うん。うん、いいや。え、次何？ロビン。ロビン。使ったわ、ロビンも。ロビン、俺もないんだけど、まあ、多分下の方だよ。うん。いいでしょうね。うん。続いて、来ました。こいつ来た。こいつ強い。俺マジ好きだね。これは強いんだよな、ほんとに。本当に強いんだよな、うん。これ。これ、俺、別に S でもいいと思うよ。うん、いや、全然いいと思う。うん。S だね、こいつ。S だね、こいつ。マジ当て感バグるから。マジ強い、これ。うん。サウンドオンリー。続いて、仮面ライダー、新1号。仮面ライダーも。使ってるやついない？うん、俺好きだよ、だよね、ちなみに。これ多分うん。どうする ?S でもいいレベルかもしんない。A、あー、なるほどね。うん。どっち S、S だな。確かに強いもん、これ。こいつ強い、うん、そう、強い。俺だから取ったんだよ。強いって。うん。で、S で。次は、はい、ハンターハンター。ハンターハンター来た。D だろこれ。D だね。こんな使ってんの。その次何？あ、ペルソナだね、また。よくわかんないわ。あー、これはまあ、そんなだね。下の方だね、またこれは。いや、はい、次。メイドキス。あー、これちょっと使ってたなぁ。初めて見た。バレンタイン限定。なんか、タイプとしては、うんうん、指切りそんな繋がるってわけじゃないんだけど、うん、まあ、結構弾当たってくれるんだよな。へぇ、どうなの？強いの？それは A 入っ、A とかってこと？いや、まあ B でいいな。B ね。メイドキスは B。うん、はい、じゃあ次、キースキン。待って、えぐいの持ってんじゃん。何？ワンパンマンいるやん。ワンパンマン、え、これでもレベル上がってないよね。いや、こいつね、レベル上がってなくていい。え？強いのこれ。こいつは圧倒的ティア1、ティア0、もう最強。え、使ったことないわ。え、そうです。いや、もう一番最強、もう最強、マジで。文句なし。そんな強いんだ。え、いいの ?1 レベルで。いいよ、いいよ、いいよ。じゃあ使おう。あ、もうこいつどこを取っても最強だから、ほんとに。俺こいつより強いの見たことない。え、そんなレベルな。ガチで最強。それは知らなかった。じゃあ S なんだ。うん。S だね。いや、それ何？クロネージェントか。クロネージェント。これね、銃声変わるんだよ、最終にしたら。あ、そういうこと？電動みたいな。うん、え、銃声変わるのって基本なんか使いやすいじゃん。結構ね、そのサポートがついてる時の当て感バグる、マジで。うん。強いんだ、クロノエージェント。これ S でいいと思う、マジで。うん。次が、呪術廻戦よ、うん。え、それマジ欲しかったんだけど。え、これ、うん、強いけど、うん、まあでも S にはなれないかな、正直。あ、A ぐらい？ワンパンマンとかと比べちゃうとまあ A に入ってくるかな。ワンパンマンえぐい。激推しだもん俺。あ、そうなんや。続いて、忍び鉢。これはね、これは、うん。銃剣なしなんだよ。これ強いでしょ、マジで。一番下が俺好きかな。なんもない。うん、こいつマジ当て感バグる。これ本当に。忍び鉢やっぱ強いよ。なんか。うん。S だね。続いて、何ですか、それは。これフェイトだね、うん。どう？え、これはね、まあ安定。安定なんや。A ぐらいかな。A、はい、じゃあ A で。めっちゃ持ってるやん、スキン。でももうすぐ、もう終わる、もう。何それ。ローズクォーツ、あれやな。うん、微妙やな、でも。
マジでわかんない、俺使ったことない B ぐらいかな、B、はい、じゃあ B で、はい、続いて煉獄処刑人、俺何それバトルパスだね、これバトルパスね、うん、でも正直そんな強くない、じゃあ B で、うん、次、あ、次の持ってるよ、これこれでしょ、うん、うん、これ強いの、なぜか銃剣つけてんだよな、俺銃剣なんだ、どうなん、もう使ったことないよ、あんま、いやでも強くないと思う、これはこれその B だな、じゃあ、うん、 B だね、次が次の氷河の嵐、まあ、これもそしたら B 入ってこない、うん、こいつでも強くない、マジ弱い、こいつは、じゃあこいつ B で、え、これ持ってる、うん、紫、いや持ってない、紫ちょっと熱いんだよね、え、このシリーズ紫だけ強いんだよね、紫熱いんだよ、んうん、そう、紫はどうする ?A、S? 正直、でも本当に S に入ってくる、マジで。ああ、そう。いや、こいつマジ強いよな。うん、俺、対決そんぐらい強い。ね、あと俺持ってんのもこれ、電動 MP。電動 MP? 電動 MP は、これマジサプつけたらやばい。え、これ強いんでしょ、ガチ強いよ。サプマジで、当てか、俺だと280にあるからね。ああ、いや、本当に強いって聞くんだよな。マジ強い、強い、使ってるから。これも別に S でいい。S だね、多分。こいつマジ強い。電動意外と強い。ガヤガヤしてるの。もうないスキン。もうないね。まあこんな感じか。じゃあざっくりは。まあ MT もほぼクゴだけ押さえとけば上級プレイヤーですから。いや俺らマジで、あの団体競技場でこのスキン熱いっていうのを共有し合ってるぐらいにオタクだから、スキンは。マジで俺らの言葉信用できる。信用できるよ。一回使え。間違ってないから、もう。うん、弱そうなスキン使ってるプロがいたらこいつ下手なんだなって思ってください。そうですね、俺が1点の使ったら、あ、分かってんじゃんっていうことなんで、ね、ということで、まあ、今回はね、スキン評論家、鳥川吉川さんをね、お呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ終わりましょう。